はい、こんにちは。英語の達人養成ジム師範大慎也と金沢優です。よろしくお願いします。今回はですね、対談第2弾としてね、もしも高校4年生があったら英語の話せるようになるかの著者の金沢優先生と、英語対談ということでね、第2弾をお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあですね、前回に引き続き今回もちょっとね、この本についてお話ししていきたいなと思うんですが、はい、このもしなるの読者さんたちの反応っていかがでした？その金沢先生のところに来た、例えばファンレターとか、はい、まあ、あと直接会ったりだとかもしてると思うんですけども、その方たちの中で、はい、なんか印象に残ってる声とか感想とかってあります？そうですね、こちらの本を書いたのは、はい、基本的にはその中高生さん、まあ、若い方にも読んでもらえるようなちょっとパッケージで、はい、こちらの表紙の方を作ったところなんですけれど、うんうん、意外だったのは、はい、これが一番、まあ、心に響いたというか共感をしたっていうのは、英語に失敗した大人の方なんですね。はいはいはい、はい、分かります。なので社会人の方ですね、はい、うんうんうん、で社会人の方っていうのはやっぱりいきなり英語を使わないといけなくなっただとか、はい、うん、そろそろ話せるようにならないといけなくなってきたとか、うん、いろんなその話す需要に駆られて、はい、でも話せるようになるためにはどうやればいいかわからないっていうような方が、まあ、一番多く読まれて共感をして、うん、でもっと早く出会いたかったと、うん、うん、もっと学生時代の時に読んでおけば、はい、今頃もしかして違った道にいるんじゃないかなとか、で早く出会えてよかったですとか、はい、っていうような声が、まあ、私の中ではすごく嬉しくてですね、できる限り多くの人になるべく早く読んでもらって、うん、はい、うん、今やっている勉強っていうのは本当にこの先、まあ、話せるになっていくんだろうかっていうような、うん、まあ、疑問を感じていらっしゃる方にはやっぱり早く読んでほしいというか、うん、はい、うん、ちょっと疑問を持ってほしいですね、うん、多分この読者の方って今久々にやり直し英語やってるけど、もう他にどういうふうにやればいいか分かんないから、もう結局まあ前と同じ学生時代の頃と同じやり方でやり直そうとしてる人が結構多いんじゃないかなと思うんですよね、うん、うん、ってなった時に多分まさに今この状態、うん、このね、もしなに書かれているようなこの矛盾した感覚っていうんですかね。そうですね、うん、まあ、先の見えないか、はい、よくある声で、まあ、この主人公は私だと、あ、うん、これ私のことだっていう風なメールだとか、はい、うん、例えば Amazon のレビューとかもやっぱりあるのはそういったのが多いですね、うん、うん、私のこと書いてあるって、はい、うん、おそらく多くの日本人が辿っている道かなと私は思ってます、うんうん、何よりも私自身もそれがその道を通り、うんうん、でそれで失敗した人を近くで見てきたので、うんうんうん、でまあ、やっぱ社会人になるとなかなか勉強する時間というのが取れないです。そうですね、うん、慎也先生はどう思いますか？その例えばその満足に自分の言いたいことが英語で話せるようになるまで、はい、大体期間的に慎也先生はどれくらいだと思います？言いたいことが満足にね、その状況にもよると思うんですけども、まあ、はい、どのレベルで言えるようになりたいのかっていうのにもよると思うんですよ。なるほど。まあやっぱり3年から5年ぐらいは僕期間的には多分自分としてはかかったぐらいですね。3年から5年で、5年ぐらいですね。まあ、それは、うん、ちなみに毎日どれくらいの勉強時間を取られて、まあ、大体1時間半から2時間ぐらいの確保、時間を確保しながら、うん、でもちろんその内容っていうのはもちろん声出しのトレーニングですね、をメインに据えた状態、とにかく喋るっていうことなしには喋れるようにならないので、うん、だから2時間ぐらい、うん、まあ、1、2時間のアウトプットを3年ぐらい続けて、はい、そうですね、で慎也先生の中では、はい、まあ大体自分の言いたいことを英語で表現できる、そうですね、っていう感じになりましたね。なるほど、うん、まあ、私はそうですね、大体これもやっぱり数年はかかります、うんうん、多分2年は最低は必要かなと思ってまして、うん、なるべく早く今のやり方がうまくいってるかどうかっていうのを気づいて、はい、まあ、修正して、うん、で特に声出しは私はとても大事だとやっぱり思うんですよね、うんうんうん、ただ今まで中学高校6年間全く声出しをしないで、
うん、点数を取ってきて、うん、7年目に声を出せって言われても私はきついと思うんですね。きついっすね。例えば6年野球を学んできて、はい、7年目で体を動かせって言われても、うん、やっぱりいまいち大事さというか、うんうん、それがうまく伝わらないんじゃないか。そうですね。だって6年ずっと野球を学んできてるわけですから、うん、7年目でグラウンドに出ても、うん、やっぱり体は動かないですし、うん、でも6年やったという今までやってきたことをやっぱりそのまま延長してしまう、うん、そうですね、うん、確かに。そこでいきなり体を動かせって言われても、うん、やっぱりどうしても、うん、頭で考えちゃった考えちゃうんですよそうですよね。そうなので社会人になる前に、うんうん、まあ、もちろんなってからももちろん英語っていうのは話せるようにもちろんなっていきますけれど、志山先生もいつから始められたの？僕はね28の時に始めて、うん、でまあ最初の1年間っていうのは、まあ、本当に英会話スクール通うだけだったんで、あとは外国人集まるバーに行くっていう感じだったんで、もう本当に実践一本やりもそれこそ試合だけですよね、うんうんまあ、試合してれば強くなれるみたいな、うんうんうん、こうまあ、ネイティブ進行っていうんですかね、うん、そういうのがあったので、まあ、自分はまあもうがっつりネイティブ進行にハマってたタイプだったんで英語のシャワーを浴びれば自然に英語が上達するみたいなね、うんうん、まあ、最初の1年は僕の中ではあんまカウントされてないですね、まあ、強いて言えば試合慣れしたっていう感じです。その試合の呼吸とか間とか、あとまあ試合でボロボロになることが恐れなくなったって感じですかね。ただいくら試合ばっかりしてても結局は上達はなかったですね。まあ、全くゼロとは言わないですけども、うん、もうある一定のレベルまで来たらもうそこから先は頭打ちですね。である一定のレベルってどこにあるかっていうと、大体まあ挨拶程度です基本的には。Nice to meet you. Hi, I'm Shinya とかね、うん、で What do you do? Oh, really? みたいなね、うん、まあ、その程度ですかね、うんうん、そこから上行こうと思ったらやっぱり文法を学んだり、あるいはもう音読トレーニングっていうのにまあ気づけたからよかったんですけども、それに気づけないでひたすらそのね実践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 だけでやっても、もう僕みたいにもう何にもなんか文法の知識がゼロっていうね、もう B 動詞って何みたいな、もう動詞って主語と動詞の違いって何ですかみたいな、そんなレベルから始めたんで。いやそれはすごいなと思います。なんというか私はその受験をすごいやってきたおかげもまあもちろんあるんですけれど、うんうん、だからそれがその無駄じゃなかったっていうのはもちろんあるんですね、うんうん、もちろん受験で頑張ってきたっていうのはもちろんアドバンテージであるんですが、はい、うん、でもやっぱり全く声を出してこなかったので、うんうん、やはりそこでこうマインドを切り替えて、うん、でやっていくっていうのはやっぱりそのなかなか社会人になってからっていうのは時間が取れないんですよね。そうですよね。忙しいですから。それがテーマですよ。本当に日本人はね労働時間が長いですから。長いですから。そう。だから本当に社会人で頑張ってる方っていうのはすごい偉いというか、まあもちろん私もそうだったんですけれど、うん、すごい頑張ってほしいなっていうのはすごいあるんですね。そうですね。うん、ただまあもっと時間が許せる、例えば本当に大学生さんであったり、うん、でもちろん中高生さんの時に。の時からもう体を動かしていれば、うん、もちろんもっと体は動いてたはずですし、そうですね、うんうん、であればもう中学校高校の時に全く、まあ、英語を聞かず全く話さずっていう期間をやっぱりずっと続けるっていうのは将来結構苦しんでしまう、うんうん、学校のやり方をずっとそれだけをやってればまあいいんだっていうふうに思ってしまわれると、うんうん、結局自分のためになってこないですから。そうですね、うんうん、だからいろいろそこは学校の先生も含めて、うんうん、いやこうした方が子どもたちのためになるのかなとか、うんうん、みんなで考えていく問題かなと思って、まあ、このもしなるを書いて、うん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 、まあ問題提起になれば、まあ、それはそれで嬉しいなと。そうですね、次第ですね、うん、はい、いや結構これ大きな問題提起になったんじゃないかなと思います。もうあとはとにかく若い人に読んでほしいってのと、まあ、そうですねあとまあ、はい、ね、もっともっと広がっていってほしいなと思ってるんですね。ありがとうございます、うん、本当に、はい、なんでね、まあ、今度2作目もあるということでね、まあ、頑張ってますけど ね、 ね、まあ、多分出ますよね。いやどうですかねこればっかりは本当に、ね、うん、創作活動なのでわからないですが、まあ頑張りたいなと思ってます、はい、まあ、その辺の構想とかもね、またちょっと別の動画でもしお話できれば
お話できる範囲内で語っていただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。ということで今回は以上です。また対談の方ね、次回やっていきたいと思いますのでお楽しみに。はい、では That's all. Thank you for watching. See you later.